こんにちは、天の声山ちゃんです。すみません、今回ちょっと草笛さん静止画でございます。草笛さんですね、ただいま集中療養中でございます。と言いますのはですね、前回ブラボーミュージカルの本番に間に合わすためにかなりハードな治療をされまして、ステロイド治療されたんですけれども、ちょっとですね、そのステロイド治療の後遺症で結構今体調がかなり不安定な状態ということで、もうこれね、草笛さんいつも頑張りすぎてしまうので、ドクターからもですね、もう6月はちゃんと休みなはれと、休んでしっかり治しましょう、もうだましだましやるのはやめましょうということでですね、ただいま集中療養中でございます。ですので今回は申し訳ございませんが静止画でご勘弁ください。さて今回はですね、先日行われました草笛雅子初のワークショップの様子をご覧いただきたいと思います。ワークショップトータルで3時間ぐらいあったんですけれども、かなりですね、内緒な部分が多くてですね、内緒な部分はもうマスキングマスキングマスキングした挙句カットカットカットしたらですね、なんと3時間超えのレッスンが1時間ぐらいの尺になってしまったというですね、秘密が満載のワークショップでございました。で、まあ1時間ぐらいの動画にはなってるんですけれども、まとめてお送りするとちょっとね、大変かなと思いますんで、何回かに分けてお送りさせていただきたいと思います。でこちらをですねご覧いただいてですね、なんか私もレッスン受けてみたいなって思われる方はですね、下北沢あたりなんですけれども、グループレッスンの受講生まだまだ募集しておりますので、こちらの方にご連絡をください。それでは早速ワークショップの様子見てみましょう。それではどうぞ。はい、本日は本当にお越しいただきましてありがとうございます。私今から歌わない私歌わない。はい、ワークショップっていうのは、私ワークショップを一生する気はなかったんです。一生ないと思うよね、性格的にね。ワークショップ、私すごい、ね、人見知りなんて、今めちゃめちゃドキドキしてて、どんどん後ろに行く私みたいなですから個人レッスン専門の先生だったので、それで、はい、きっとこの中で一番緊張してるのが私だ。よろしくお願いいたします。まずは何をするかからお伝えします。歌ってどれだけ声が出るか勝負だって思ってないミュージカルを勉強してきた人、声勝負って思ってませんか？今までね、歌を歌われてきた方も、私も宝塚の時はどれだけ声が出るか勝負だと思ってました。で、まあアメリカに行って目から鱗でした。ですから今日皆様にお伝えするのは、ワークショップで一番大事なのは、歌は全て声ではないということです。それを皆さんに体感していただきます。私82歳まで関西でお教えさせていただいてるんですが、82歳で3オクターブ出ます。で、初めましてってお会いしたのは、しゃべり声が出なくなったっていうのでご相談を受けたんですが、声はなくなります、年とともに。年少年少年一生なんです。で、その方全然しゃべり声が出なかったのに3オクターブ出ます。で、うちの生徒さんで素人さんですよ、全面的に素人さんですが、70代、私よりも上の方が圧倒的に多いんですが、2オクターブ出ない人はいません。これは声では無理なんです。声で2オクターブ出すなんていうのは力です。力で歌われた日にはお客さん迷惑なんです。で、力っていうのはテクニック使えません、はい、要はテクニックが使えないのは力なんです。力で歌ったら喧嘩してるんですね。愛の歌を愛してるわーって言ったら、そんな愛いらないわみたいな包み込んで愛してるよっていう表現ができないと、愛してよって言ったら、いりますねって。私夜のボート歌わせていただいたんですが、なんかたまちゃんと、もう泣いてくださる方もいたりなんかして、大人の愛の歌を歌わせていただいて、東京から見に来ていただいて、もう本当ありがとうございました。あの時は命がけだったんですけどね、出るのかな私とかって言ったら、向こうでたまちゃんが出てくる前に
ってやってくださってたんですけれど、はっきり言って本当にあの降板したはずの舞台に出るという。でも実は喋り声は全ほとんど出なかったんです。だから私 MC なかったですよね。喋り声こうやって喋れなかったんですよ、あのねって感じで。だから草笛は MC なしということで、ところが歌える、それは念書念書ですから、皆様にあの歌とは何ぞやということを今日ちょっと学んで行って帰っていただきたいなと思います。そしてですね、もう一つです。覚えて帰っていただきたいのは、すべてで決まる、それも知っておいてください。すべてが決まるということを録音しててでもいいです。録音してる人私今から10回ぐらい言いますからね。耳にタコイカウドロフにエビ歌は念書念書で決まる。声なんかほっといても出る。だから声を追いかけるんじゃなくて、念書念書に集中するっていうことが大事なんだよっていうことを覚えておいてください。特にこの中でティーチャーをされる方はこれはもう全面責任です。古いことを古いまま若い子に伝えちゃダメです。若い子には新しいものを学んで、だから私はアメリカとつながって今新しいものを学んで、素人であろうとニューヨークターブ出たら会話がすごく楽になる、表情が明るくなる。だから念書念書なんですよ。だから舞台人が華やかなのは念書念書決まる。これで宝塚のトップスターが歌うたらもうですよね。ということは舞台の上でどんなどう恐ろしいか、お客さん目はですね泣きながら大笑いしますからね。マスクの下でどこで今日ここまで歩いてきてそんな人いない。でもですから新しいことを知って帰っていただきたいって思います。しつこいようですが、歌は決まる。そしてちょっと若い人を勉強してきたでしょうから、ま、一番新しいものを勉強してきたでしょうから、まあね、あなたたちをターゲットにするためにここに座らせたんです。拷問って言うんですよね。勉強してきたばっかりだから忘れてない。100年前に勉強した人はなんか聞いたような気がするって感じですから、まあ、だって習ったばっかりでしょ。100年前じゃないよね。そしたら年も任してる。何年前ぐらいに学んだ？地方書館。地方書ね、残念な。若くても地方書は早いよ。一番新しくても一番古いと思うのね。低音中音高音って皆様どうやあの歌やってらっしゃった方、低音中音高音の定義を教えてください。最前列は絶対に歌やってるから、これ、ね、最前列ってね5音の席なの。低音中音高音、今まで歌われてきて低音中音高音出してますよね。ずっと波を割れ生は無駄物ではないと思うんですよ。同じ音をずっと歌ってないんですよ。高いのもあれば真ん中もあれば低音もありますよね。これ高音は、高音は高い音ですよね。高い音って感じてないから高い音ですよね。あと中音は低音は音ですよね。間違いです。低音と高音は念書っていう人ちょっともうちょっと置いといて、もう偉い人がね、宇宙人ならもう私 もう対応の仕方がないんですけれど、だって7階にいて地下の食料品売り場行くのよって、そう今7階ですけどみたいな。ということはこれは力です、ですよね。だから、あ出るわ。ってことです。ところが、これでずっと歌われると、って言って、すごくビブラートの多い人いません？それこそ、ダンスコンサートに行ってきても、ずっと揺れてる人いたんですよ。なんか、ね、気持ち悪くなって。
しよう。なんか、なんか、私もめまいしてきたなって、ちょっと苦痛でした。だから、ここら辺からつけたのかなって自分で思ってからつける。自然についたら違うんです。止めて止まりませんみたいな。それは違います。皆さんね、表情筋肉ってどこにあると思われてますか？いろんな質問するな。表情筋肉ってどこ？はい、うちのメンバーしない。お手で下ろして。初めての方々、表情筋肉ってどこにある？お、手で押してください。はい、ね、はい、うちのスタッフ、みんなここってするでしょ。違うんですよ。見てくださいね。全員がここっておっしゃったんです。じゃあ私今そこを上げてみます。見たら分かるよ。いや、今でも皆さんもこうっておっしゃいましたよね。ですから上げてみました、素直に。こんな笑われ方したらお友達になりたくない。はじめまして、ようこそ草村麻子です。こんな友達いたら嫌だ。めぐちゃん違います。内緒。これが表情筋なんです。するとどうなるか。はじめまして、これだってお友達になれると思います。そうなんです。これが基本中のド基本みたいな感じです。歌を歌う人、舞台に立つ人、イメージ力なかったら立ったらダメです。空は淡い青いのよ。そう。空よで地面見てる人もいますからね。そう、あの実はちょっと笑い話で、これね、言ったら嫌って言ったんです。言っちゃおう。イメージ力来た時ゼロだったんですよ。空、地面。あなたの空はどこ？空をイメージして、土をイメージしてだったのよ。だからそういう風にイメージ力を今日から豊かにしていただきたいと思います。はい、はい、どうぞ。若い子が一番下手。皆さんイメージ力高い。全くそんな若くてどうするの。イメージ力豊かだったらモテるよ。かといって、あ、これはね、うざい。何？これはうざいです。自然にありがとうございますっていう。66でも。イメージ力高めましょう。これからの人生です。これからが長い。皆さんもお上皆さんもお上手です。行きたいと思います。やったらできるじゃないか。私若い人にすごく怖いんですね。鬼って言われてる。いつかしたきっと刺し殺されるって。なんかね、あの一番前に座っている生徒がね、先生、角が見えてきました。そうとか言うんですけれども、はい、ね、すいませんが早速録音を止めていただけますか。では今から歌に行かなくちゃいけないので、メモリー歌うってね。あ、はい、メモリーって言ったら違いますからね。メモリーって言ったらしたら、メモリーです。メモリーは違います。それメモリメモリーってないの。
ゃわかる、懇願してるからね猫ちゃんがはい、メモリ歌うのでね、で止まってください。はい、ステージ行きたいと思います。今からお声を出していきます。で、今お口を見せていただいたので、だいたいどういう、はい、皆さん、ワークショップの様子第1回目いかがでしたでしょうか。1回目はですね、まだ声出しまで到達してなくてですね、がいかに重要かとかっていうお話になってたかと思います。この後もですね、また何回かに分けて続きをお送りさせていただきたいと思います。で、ワークショップにご参加いただいた生徒さんのインタビューがありますので、最後にインタビュー動画をご覧いただいて締めくくりたいと思います。それでは皆さん、インタビュー動画ご覧ください。本日はお疲れ様でした。ありがとうございました。はい、今日はですね、事前に草笛雅子さんのことはご存知でしたでしょうか。知り合いの方からいろいろ伺ってはいたんですけども、多分1回やったことがあるから2回ぐらいで、実はあまり知りませんでした。もともと宝塚がお好きとかでも、宝塚が好きだったんですけど、はい、もうちょっと後の世代なので、はい、それで雅子先生とかの代は申し訳ないけど知らなかったです。そうなんですね。じゃあ今回のワークショップ参加しようと思ったきっかけは何だったんでしょうか。やっぱりその知り合いが行ってるよっていう話は聞いてて、でその時にだんだんこう歌が上手くなってるとか、高音が出てたりとか声も出るようになってるのを目の当たりにして、私もちょっと一回行ってみたいと思ったら、ワークショップの話が教えてもらったので、もう迷わず行くって、すぐ応募っていう感じでしたか。そうですね。ありがとうございます。その期待値高く参加してくださったと思うんですけども、実際にレッスンを受けてみてご感想いかがでしたでしょうか。一言、楽しかった、面白かった。あとやっぱり、あ、こういうことなのねって、一つ一つ先生がポイントを分かりやすく教えてくれたので、とても分かりやすくて良かったです。甲斐がありました。来た甲斐がありました。はい、なんかすごく楽しそうにレッスンに参加されてるご様子見てたんですけれども、先生と一緒にこう腕を上げていらっしゃったりとか、はい、一体感ありましたでしょうか。はい、もうありました。本当楽しかったです。すごい、じゃあもう感想としては楽しかった。楽しかった。すごい、何よりでございます。ありがとうございます。そう、草笛先生、実際に会ってみた感想はいかがでしょうか。思ったより。なんていうのかな、すごく親しみのある方で、もうそれかな、なんかもうちょっとやっぱりもっと宝塚のような方なので、ちょっとこうなんて違うのかなって思ってたんですけど、すごく親しみのある素敵な先生でした。じゃあよりこう魅力を知った点っていう感じですかね。はい、ありがとうございます。じゃあ草笛先生のご本人や、もしくはこのチャンネルをご覧になっているファンの方に何か伝えたいことがあれば教えてください。本当、チャコ先生、今回はありがとうございました。とても楽しく面白いレッスンでした。YouTube チャンネルのご覧の皆さん、この本当、雅子先生、チャコ先生、とても面白いいい先生なので、もしよろしかったらワークショップ参加してみてください。ありがとうございます。ありがとうございました。じゃあ今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。ありがとうございました。じゃあいくつかインタビューさせていただくんですけれども、はい、以前から草笛先生のことはご存知でいらっしゃいましたか。失礼なんですけれども存じませんでした。じゃあこれが初めての出会いっていうことであってますかね。YouTube を見てて、はい、要するに YouTube サーフィンをしていて、 YouTube サーフィンを、はい、そうしたらマオリさんと草笛先生のインタビューの記事があって、それずっと見てたんですね。で、それをチャンネル登録をして、したらレッスンをなさってるってことを分かりまして、そのレッスンを、じゃあ、やっていただけるんだったら、私もお願いできないかなと思って、はい、ちょっと強引にお願いしました。悩んでたんですよ。はい、もともとすごいコントラアルトで、本当にアルトのアルトだったんですよね。はい、ただ、
なんか年齢がいく重なる時に私どんどんキーが上がってきたんですよ。これおかしいぞ、普通は下がるのに。だから僕どうせならこのキーを上げる、レッスンをしていただこうかな。でそこがきっかけで、でも数ある YouTube チャンネルの中から草笛先生のチャンネルを見て、なんで受けてみようと思ったんですかね。何が一番こうきっかけだったんですか。きっかけはやっぱりおしゃべりしてるお声の美しさ、でところどころライブも挟んでらっしゃいますよね。はい、あ、この方にピンときたというか、この方に教えていただけたらいいなっていうのが、はい、別に何のつてもなく、はい、思っただけです。今日はワークショップ参加してみてのご感想はいかがでしょうか。普通のレッスンとまた違う宝物を宝箱の中にしまい込んで、そしてそれを持ち帰られるような、そんな気持ちです。すごい特別な時間になりましたね。なりましたよね。楽しかったですね。はい、ありがとうございます。草笛先生の実際の印象はいかがでしたか。私正直言って宝塚を生で見たこともありません。全くないんですね。YouTube でそれも宝塚とは何ぞやとそこから始まってるので、別にないんですよね。その潜在的に宝塚の先生とか、はい、それがなかったので、かえって私は入りやすかったんだと思うんですけれども、やっぱりお話の時のお声が一番きっかけだと思うんですけれども、マウリさんとの時のお話の内容がとても、私もここダメここダメっていうそれがあって、ここを直してもらえればっていうのがすごくあった、はい、ということです。ありがとうございます。最後に草笛先生ご本人やファンの方に伝えたいことがあれば何か教えてください。私個人としてはもっと早くお知り合いになれたかなりたかった。でもまあ今だったからきっとこうやって皆様とレッスンとかワークショップに参加できたんだと思うんですけれども、多分私の年齢でも先生も宝塚の時の現役のステージは見てらっしゃらないかもしれないですよね。でもその後の OC のコンサートかな、それからシャンソニーとか、それがちゃんと YouTube に残ってるので、もしご興味があったらご覧になってお聞きになっていただければ、その先生の良さ、唯一無二のお声が聞けると思います。ありがとうございます。